誰より強く願う夢を憧れで終わらせるな。一生懸命を恥ずかしがるな。男子も女子も憧れの新体操でございますよ。長崎の朝倉みなみちゃんたちがいるよ。新体操少年女子の県代表は活水、青雲、長崎女子の3つの高校がタッグを組み、チーム長崎を結成。国体では個人と団体の合計得点で優勝を争います。さあ、というわけでまず登場していただいたのは田中太です。この国体もし出るとして、ここを見てくれっていうチームの中で一人だけ 3年目の国体となるので、堂々とした演技ができしたところを見てもらいたいです。そっか。こちらが5人の選手による華やかで緻密な国体用の団体の演技です。長崎国体の開幕までおよそあと5ヶ月。3つの高校が協力して作るチーム長崎は、さらに技に磨きをかけ、本番での躍進を誓います。キャプテンとして目標、自分たちができる精一杯のことを見ている人に感動できるような演技をしていきます。長崎国体頑張るぞ。俺も応援するぜ。おー